新人王、トリプルスリー、ホームラン王など、プロの世界に飛び込んだ若者は、大きな夢や目標を口にします。厳しい世界で成り上がるために、高い目標を掲げて、自らにプレッシャーをかけるのは必要なことと言えるでしょう。しかし中には、とんでも発言で周囲をあっと驚かせる大胆不敵な選手もいました。そこで今回は、野球ファンに衝撃を与えたビッグマウスな選手たちをご紹介していきます。ビッグマウスの筆頭。ビッグマウスと聞いて真っ先に挙げられることが多いのが川口智也選手です。平安高校のエース兼4番として、1997年春の選抜ではベスト8、夏の甲子園では準優勝に導きました。140キロ台のストレートと落差の大きいカーブで、西のドクター K の異名を取り、井川慶、能見篤とともに高校生左腕サンバガラスと呼ばれる存在でした。そんな川口のビッグマウス発言が大きく取り上げられたのは、1997年夏の甲子園の時です。2回戦で藤川球児擁する高知商業に完封勝利した後、次戦の目標を聞かれた川口は、完全試合を達成しますと高らかに宣言したのです。完投でも完封でもなく、完全試合というあまりにも高すぎる目標は、高校野球ファンに強烈な印象を残しました。本人曰く、前の試合で、2桁奪三振と完封を目標にしたいとインタビューに答えており、それを達成した上で同じ質問をされたため、同じことを言うのもな、という思いで答えたのだとか。しかしこれだけでは終わらず、プロ入りの際にも川口のビッグマウスは飛び出します。1997年、ドラフトの目玉選手だった川口は、オリックス、近鉄、ヤクルト、ベイスターズの4球団から一巡指名を受けました。抽選の結果、交渉権を獲得したオリックスに入団することになりますが、なんと川口は、僕は投手だから背番号10番台が欲しい、11がいいですね。と背番号をリクエスト。これには周囲も仰天しました。というのも、当時オリックスで11番をつけていたのは、通算165勝のベテラン投手、佐藤義則だったのです。川口はそのことを知らずに発言したのかと思いきや、佐藤さんがつけている?知ってますよ。と涼しい顔で言い放ちました。さらに仮契約の会見では、僕をいつから一軍で使うか聞いてみたい、と当時の扇明監督へメッセージを送るなど、川口のビッグマウスはとどまることを知りません。そんな川口に球団側の期待が大きかったのも事実で、契約金は当時の高校生としては異例の5000万円のインセンティブを含む総額1億円。インセンティブの条件は、5年以内に一軍登録250日というものでした。本人も周囲の期待を感じていたようで、春季キャンプ時には、新人王を取る、20勝はしたい、などと発言し、新人らしからぬ大胆な言動がたびたび注目されました。しかし、そう甘くないのがプロの世界。川口は1年目から故障や制球難に苦しみ、毎年のようにフォーム改造に取り組みますが、その努力も虚しく、思うような結果を残せずにいました。2001年にはウエスタンリーグで1試合6暴投、シーズン14暴投、1試合15四死球、7者連続四死球などの不名誉なリーグ新記録を残しました。そして2004年オフに戦力外通告となり、1軍での登板は通算で9試合という結果に終わったのです。そんな川口ですが、引退後は少年野球などアマチュア野球の指導に携わり、2018年には監督として女子プロ野球の京都フローラをリーグ優勝へ導きます。そして今年の4月からは母校である龍谷大平安高校の野球部コーチに就任。様々な失敗や苦労を糧にして指導者としてその才能を発揮しているようです。公立の星。続いてのビッグマウスは世界一という壮大な目標を掲げ周囲の度肝を抜いた吉田幸弘投手です。少年野球で全国大会へ出場した後、野球の名門、東海大相模高校へと入学しました。
しかし野球部の体質に馴染めず、1ヶ月経たずに退部。さらに1学期限りで高校も中退してしまいます。その後は草野球チームで野球を楽しんでいた吉田ですが、ある時ふと、俺はこんなところにいる人間じゃない。俺には野球しかない。もう一度硬式野球をしよう。と思い立ち、1年の2学期から神奈川県立の城里高校へと転入します。140キロ台後半のストレートと切れ味鋭いスライダーを武器に無名のチームを引っ張った吉田。甲子園出場は果たせなかったものの、3年生の県大会では23奪三振を記録し、加藤幹則、内達也と共に神奈川公立サンバガラス、神奈川公立ビッグスリーと言われるまでに成長します。こうして公立の星と言われた吉田は、なんとドラフト前にサンディエゴパドレスのテストに合格。マイナー契約での入団が内定していました。しかしアメリカには渡らず、2003年のドラフトでヤクルトから五巡指名を受けて入団します。入団会見では、絶対に行きたい、FA 取っていきます、といきなりメジャーへの思いを語ります。そして、与えられた背番号54について聞かれると、53番の先輩、五十嵐さんを超えるようにということだと思います、と課題解釈。さらに、日本記録を抜いて160キロを出したいという大きな目標を語り、極めつけは北京五輪について尋ねられ、次のように答えたのです。一戦目の先発は僕で、二戦目が松坂さん。当時、西武ライオンズの中心ピッチャーだった松坂大輔と肩を並べることを誓い、色紙にも世界一と力強くしたためました。ありきたりのことは言いたくない。目標がないと何していいかわからないでしょう。自分へのプレッシャーでもあります。このように豪語した吉田ですが、それから約半年後に突然任意引退を発表。内臓疾患を理由に1軍どころか2軍での登板もなく退団となってしまったのです。その後、自由契約選手として2006年に12球団合同トライアウトに参加したものの、プロ復帰を果たすことはできませんでした。天才打者への挑戦状。天才打者に挑戦状を叩きつけ話題になったのは、1995年のドラフト4巡目で日本ハムに入団した黒木淳二投手です。延岡学園高校時代にキャッチャーとして1年先輩である黒木智弘とバッテリーを組んでいた黒木淳二。入団会見では先輩黒木に対抗し、1年先輩のロッテの黒木さんはジョニーと呼ばれているので、僕はマイケルあたりどうでしょう、とニックネームをアピールします。さらにプロでの目標を聞かれると、イチローをケチョンケチョンに抑えて、イチローのファンを自分のファンにしたい、と恐れを知らぬ大胆発言をして、周囲を驚かせました。結局マイケルのニックネームは定着せず、イチローキラーとして名前を売ることはできませんでしたが、プロ入り2年目の1997年には、34試合に登板。1999年は、50試合に登板するなど、中継ぎ、抑えとしての地位を確立します。しかし、2001年はわずか1試合の登板に終わり、シーズン終了後にロッテにトレードされ、先輩である黒木智弘と再びチームメイトになります。しかし、トレード後も登板数は増えず、2003年シーズンをもって引退。プロ8年間で通算14勝12敗22セーブという成績を残しました。黒木は引退後の2005年、ロッテのスカウトとしてプロ野球界に復帰しました。2011年シーズンには2軍の投手コーチを務めた後、再びスカウトへと就任し、現在も有望な若手の発掘に奔走する日々を送っています。新人王は辞退します。異色の経歴を持つマック鈴木投手もビッグマウス発言が注目された一人です。高校1年の時に警察沙汰を起こして自主退学した後、さらに2件の傷害事件を起こしたため、周囲の勧めで1992年にアメリカへと留学します。そしてマイナー球団の職員兼任練習生としてチームの雑用係を務めた後、1996年に
シアトルマリナーズとメジャー契約を結びました。日本球界を経由しない初のメジャーリーガーとなったマック・スズキは、メジャーで3球団を渡り歩いた後、2002年の日本プロ野球のドラフト会議でオリックスから2巡目で指名を受けます。日本球界での経験がなかったため、特例として新人王の資格を持っていましたが、本人は新人王の資格は辞退したいと思いますと発言し、話題を呼びました。僕は米国でプロ経験があるし、新人王というのはプロに初めて入った人が目指す賞だと考えている。新人王に匹敵する成績を残していれば、とてもかっこいい言葉に聞こえますが、マック・スズキの日本1年目の成績は、4勝9敗1セーブ、防御率 7.06 と、新人王には程遠い数字でした。ちなみにこの年にパ・リーグの新人王は、14勝5敗、防御率 3.38 という素晴らしい成績を残した、ホークスの和田毅です。アメリカンドリームを叶えたビッグマウス。ビッグマウスであっても、結果が伴えば人々に称賛されます。その最たる例が、日本人メジャーリーガーのパイオニア、野茂英雄投手です。野茂は後にトルネード投法と呼ばれる自分の投球フォームに自信を持っており、近鉄との契約時には投球フォームを変更しないという条項が付け加えられていました。社会人野球出身とはいえ、新人選手がこのような条件を出すのは自信過剰と言われかねません。しかし当時の大木監督はその条件に同意し、野茂に全てを任せます。すると野茂は期待通りの活躍を見せ、プロ1年目の1990年は最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率の投手4冠のタイトルを獲得。さらにベストナイン、新人王、沢村栄治賞、MVP にも輝きました。新人王、沢村賞、MVP をトリプル受賞したのは、長いプロ野球の歴史でも野茂英雄しかいません。その後も野茂は4年連続最多勝という素晴らしい成績を残すものの、1994年は右肩痛のためにシーズン途中で離脱。そしてこの年のオフに賛否を呼んだ契約更改が始まるのです。野茂は球団に対し複数年契約と代理人交渉制度を希望しますが、球団側は君はもう近鉄の顔ではないと拒否。さらに球団社長は、野茂の要求は年俸釣り上げのための口実だとメディアを通して発言します。野茂は過去にも球団から、君のことはエースとして扱っていないと言われていたこともあり、もともと球団に対していいイメージを持っていませんでした。さらに1993年から監督に就任した鈴木啓示は、入団の条件を無視して野茂の投球フォームに口を出します。さらに練習や調整方法までも否定されたため、野茂は鈴木を毛嫌いしていました。こうした確執もあり、近鉄を退団してメジャー挑戦を表明した野茂。しかしメディアやプロ野球 OB からは冷たい反応が待っていました。勘違いで自意識過剰、生意気、裏切り者、メジャーで通用するわけがない、など様々なバッシングが飛び交ったのです。当時はポスティングシステムもない時代。遠い世界だったメジャーリーグへの挑戦表明はまさにビッグマウスだったのです。それでも野茂は海を渡り、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結びました。年俸は近鉄時代の1億4000万円から大幅ダウンの980万円になりますが、自由の国アメリカで夢に挑戦することを選んだのです。その後の野茂の活躍はご存知の通り、ダイナミックなトルネード投法はアメリカでも人気となり、野茂が投げれば大丈夫という歌詞が耳に残る応援歌まで作られました。そしてメジャーの舞台でノーヒットノーラン2回、最多奪三振2回、新人王受賞というアジア人史上初の偉業を成し遂げ、メジャーリーグの歴史に野茂英雄の名をしっかりと刻んだのです。イチローや大谷翔平も結果が出ていなければ、ただのビッグマウスと言われたかもしれません。厳しいプロの世界で有言実行するのはとても難しいことです。しかし、
高い目標を掲げるのは決して悪いことではありません。ビッグマウスを現実のものにできる選手が今後数多く出てくることを期待して、この動画を終えたいと思います。